新しい私いろいろ始める、仙台いろは。今日の仙台いろははこちら、仙台駅前のいいねなお店を調査してきます。いいね。こちら仙台駅前から五つ橋方面に来ましたが、たくさんお店がありますね。行ってみましょう。やってきたのは仙台駅の南側にある飲食通り森の都五つ橋横丁。横丁には5店舗が軒を連ね、どのお店からも各店のメニューが注文でき出前してくれるという仕組みなんだそうです。それじゃあ牛タン屋さんに入って定食を食べて、締めにラーメンを食べることもできるんですか？はい、お店を移動しなくてもいろいろな専門店のメニューを楽しんでいただけますよ。へー、それは面白いですね。じゃーん、5店舗すべてのお料理を頼んでみました。見てください、つくねの上にフォアグラが乗ってるんですけど、すごい大きいですね。フォアグラ柔らかいですね。うわ、おいしい。すごい肉厚ですね。噛めば噛むほどすごい仙台牛の旨味が出てきますね。おいしい。これお酒飲んだ後には最高ですね。もう5店舗いろいろな種類が食べれるなんて嬉しいですね。いいね。五つ橋横丁は今年5周年を迎えます。それを記念した誕生祭が開かれるとのこと。どんなイベントなんですか？はい、期間中ご来店のお客様に3つの特典があります。五つ橋横丁の誕生祭は7月3日から12日までの10日間、オリジナルパッケージの羊羹のプレゼントやプレミアムワイン、アイリッシュビールの割引、おつまみのサービスもあるそうです。仙台駅前の横丁でいいでしょう。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。